先ほど今日盗塁を一つ決めましたので、これで通算249個の盗塁、あと一つで250盗塁です。うまく流したレッド前のヒット、さあ川崎出た、ツーアウトランナー一塁。本間さん、はい、これは記録への見せ所が来ましたよ。まあ、どうなんですかね、早くこう達成したいという気持ちが、まあ、そういう気持ちが出てきちゃうんですかね。バッターの本田としてはこれそういう記録のことも少しあるでしょうから、というどうなんですか、まあ、どうなんかね、1球2球待つんですかね、でしょうかね。一塁へ牽制球、大谷、まあ、ツーアウトなのでね、そこは待ってもいいかなと思うんですけど、まあ、そうですよね、はい、キャッチャーは里崎です。川崎がどのあたりでスタートを切るか、もう一度牽制、バッテリーは心得ています。人工芝のあたりまで出てきた川崎、スタートは切りません。バッテリーもね、走られるの嫌でしょうからね。そうでしょうね、まあ、外、数球多くなるんですかね、ここでファールボール。今のところ川崎がスタートを切る気配はないんですが、カウント1エンド1、キャッチャー里崎、当然川崎のこの盗塁計算に入れていますが、また一塁へ牽制球、牽制、それからクイックモーション、前大谷、果たしてスタートを切るかどうか。スタート切った、キャッチャー送球、二塁タッチしたがセーフ、川崎250盗塁達成、ついに達成しました。川崎250盗塁を達成しました。今花束が贈られます。初めての盗塁が2002年の6月19日西武の11回戦5回に盗塁を2塁へ試みて成功させました。西武ドームのゲームでした。当時は大栄でした。今日2盗塁で250盗塁、プロ野球通算42人目です。達成しました川崎。際どいタイミングでしたが、そうですね、一瞬早くセーフ。